前回コラボさせていただいた時に、はい、ショート動画を撮りましょうっていうふうになって、はい、そしたら本番に私はですね、まあ、ダンサーをもうちょっと頑張りたいなっていうのでそれが私、あの元々だったんですよ。葉山さんは、はい、多分あの一回コラボでお会いしてから出ていただいて、はいはい、またそれからもプライベートだったりいろいろお付き合いあったので、はいはい、たくさん呼んでいただいたんですけど、最後の最後お会いした日にあれ系の入ったから嫌で呼ばないんじゃなくて、バタバタして。あ、本当ですか。でも正直ゲロ入ってないよ。入ってないですよね。ゲロただひっくり返って俺にチョーパン入れたのを覚えてる。チョーパン、ここは運んでる、ゴンって言ったの。いやごめんなさい、多分ね、ゲロ入ってチョーパン謝ること。でも、増えていってるじゃない。あ、お酒飲み。あ、はい、すいません、いただきます。飲んじゃいなよ。ごめんなさい、いただきます。だとお前は懲りずに俺が注意してるのに光もつけるなっていうのに、はい、これやめて、お酒飲む、お酒飲む、なんか光ろうとする。光ろうとする。なんですか、なんだから。はい、大好きでしょ。なんだキラキラと。いや、俺ダメ、あの洗濯機がキラキラになっちゃう。まあ、それうちもなってるんでわかるんですけど。ついちゃう。はい、そうです。今度俺兄貴って言ったら、そのラメだけ洗濯機に行く。めちゃくちゃ地味な嫌がらせ。でも犯人バレてますよ。いや、それだったらカズの家の前にお前ラメを巻いとけや酔って帰って転んで朝起きたらラメだらけになる。嫌がらせ YouTube だけ撮っとけばいいんじゃないですか。今日の嫌がらせ系 YouTuber。 被害者の回が増えるよりはね。反撃と言ったらあれですけど、反撃ですか。小沢さんにちょっとイラッとしたのか、まあ、この回か言わせよう。お前がお前バクルボみたいに、はい、なあ自分の YouTube とかで俺のこと言うんだったら今言っとけ、はい、防御ちょっとだけちっちゃい今言って前回にコラボさせていただいた時に、はい、あのエマニュエル夫人の、はいはい、おなんかショート動画、あんたも好きねをショート動画を撮りましょうっていうふうになって、はい、エマニュエル夫人を語らせるとうるさい男がいるのよね。ちょっと紹介してもいいかしら。呼んだ。呼びました。これさ、はい、エマニュエルイメージしてだったら、はい、まず足は組む。足は組む、はい、足は組んで、はい、そのもうちょっと両手をこうこうパン、そう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 、俺ね、エマニュエル夫人の歌知ってる。知ってる。デレ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 エマニュエル、あれなんやんか、これ。あんた好きね。違うでしょ。照れてるし。あの俳優さんじゃないですか。で、私はあの演技に関してはド素人なんですけども、こう指示をいただいて、お前こういう風にしろって言われて、俺はここに行くからねって言って、この辺にいらっしゃると思うのって言ってたんですよ。あのリハーサルで、そしたら本番に足元にいらっしゃって、私あのもうそのアドリブ、そうなんです。なんで私どうしたらいいか分からなくて、ものすごい笑いもこう変な、これあのお前のああいう YouTube とかの素が、はい、あのこう葉山純奈じゃない素顔が見れて、ファンも喜んでる、まあ、そうですね。ただそのいつもはちょっと困ってる純奈ちゃん、そうなんですよ、弱くなっちゃったんですよ。いつも攻撃する人がなんかお前弱いじゃねえかみたいなこと言われたんで、いや最初ここに来るとおっしゃってたんだなと思いながら足元来れたの。段取りは気分だから。そうなんです。段取りだけじゃないよ。名言風ですけど、段取りは気分だな。いや、ない、全て気分だ。で、チャレンジがあったんですよ、ね、もう一本撮らせていただける、はい、再チャレがあって、うんうんうん、その時はなんかあのアドリブで急に顎を掴まれてそれも照れちゃって私あんたも好きでみたいになっちゃって全然閉まらない。光栄でした。もう実物もかっこよくてでした。ありがとうございました。おう、この人。また照れて。また照れて、おい。あんな縛らないお前のチャンネルはあんまないじゃん。ないですね。だから貴重じゃねえか、はい、ありがとうは。ありがとうございます。結局その感謝、感謝の会、感謝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 。じゃあダイヤ。ダリア、ダリア、ダリア、ダリアはいい感じだ。
名前はあと覚えてください。最後、カズさん、今年のアンカーさん。バイアリすぎる。たぶんちょっと繋いどけよ、ショックって。いや、ごめん、逆に行きたかったんだけど。欠席裁判です。なんだろう、今年の。いや、カズの反省はあっても、俺の反省はないの。分かってね。今日まあとりあえず今年は初めて人生で兄弟2人で自炊なんだよ。あ、初めてだった。初めて。あ、そうなんですか。行くわけねえじゃん、兄弟。なんか両方好きなんで一緒に行ってると思ってた。別々で行ってる。へえ、行くんですね。ダメ。いや、そうじゃないけど、かなり意外ですよね。いや、私も意外です。いや、逆そのほら、身も隠せない。まあ、ね、夢の国統一。夢の国統一。夢の国統一してました。統一していただいて。されました。手伝いました。まあでもなんかね、2023年。いや、俺締めじゃねえから。確かに、いないまま終わったじゃん。帰ってきました、おってる。終わった。まだ。締めてるよ。兄貴のあれだよ。兄貴、2023年を振り返って。2023年を振り返ることよりも、来てもらったみんなに2024年をどうしたいかなみたいな。ああ、そうね。振り返ったってさ、人生と振り返ったらろくなことはねえんだから。まあ、うるせえな。振り返らず先を見る。あ、じゃあ、はい。私、まあ、なんですかね、やっぱりコロナの時期が長かったんでね、1個でも多くやっぱ、まあ、ちゃんと皆さんの前で歌を聴いてもらいたいな、1個でも多く。今年相当やったよな、お前頑張ってな。はい、なのでまた、それでもね、やっぱりこうやってやっぱ皆さんとお話ししたりする時間とかってやっぱいいじゃないですか。会えないとか、当たり前だったことができなかったりとか、改めてね、楽しかったので。ね、結局2024年はさらなるこうライブとか回数を増やして歌ってくれるのかな。はい、もうあのどういう形でも読んでいただけたら歌いますんで、ぜひぜひお願いします。ではあのまたあの小沢会にも読んでいただきたいですけど、ひとし君との同じ組はもうお断りしたい。いや俺が嫌だ。お前が上手いから。なんでよ。すごいお世話したじゃないですか。お世話したんだ。お世話しました。ひとし君の細かく細かく記者見えがって。そんなね、大人げないひとし君もどうぞ2024年もよろしく。母親か。ジュンナは、はい、そうだよ。24年はどうするんだ。2024年は絶対ロキソニンと酒を飲み合ってないと。だいぶ増えました。ご存知ではないかもしれないんですけど、翌週にはあの店に謝りに行かせていただきます。あ、行ったんだ。はい、で、また入った。入ってない。同じことしてないです。2時間後にお前さ、やったでしょ。やったでしょ。私がさ、楽しく飲んで、なんかあんのかやってます、やってます。そんなことやってます。私やってないです。私やってないですね。良かったです。酒癖悪くなく、あとはそうですね、私もお前早間な、純なイコール、はい、酒癖悪いなのに、はい、それがなくなったら個性消えるよ。そうなんですか。いや、消えた方がいいと思いますよ。切実ね。プラスしてね、見せたまの人間ってことは見えてたってことや。お前の酒癖の悪い。そんなことないですよ。なんか今ね、そのそういうだから、あの、ほら、見た目がね、あの、小沢さんと一緒でちょっとね、強めの方なので、あ、これぐらいなんだっていう感じの、あ、もっと覚悟してたのに、あ、よかったよかったっていうのありますから、ね、いや、でも、見た目こうやって、目濃いから、すっぴんがよく出してんじゃん。はい、パンダの黒いのがないパンダみたいな。ね、パンダなんです。すっぴんでもあのイケメンなんですよ、なんか。あ、そうです。ね、男らしい。男らしい顔してる。はい。私はですね、まあ、ダンサーをもうちょっと頑張りたいなって。てか、お前な、ちょっとちゃんとオチがあるようにしゃべる。ダンスをラップ。むちゃぶり。ダンスやりたいって言ってるのに、そこでどうやって高いやつなんだ。それが私、あの、もともと消防士だったんですよ。よれだいちさんに言うのよりだいちさんに言うのよ。そっちだった方がいいですよ。普通に現場に行って、
員でやってたんですけど、それをやめてまでダンサーを目指す時に出てきたんで。いや男性の場合消防士が一番性欲強いんですってよ。ってことは女性はわからないんですけど、性欲強いのは消防士と看護師。あ、間違いない。戦えジョニーと。ジョニーと彼氏ができないんですよ。強すぎて、ね、強すぎて、ね、強すぎて、ね、お前なんかいい感じになると、はいはい、すぐに立ってるあそこに消化活動が消化をするから、消化するからできねえんだよ。しかも最後の最後に終わらない話が出てきちゃったねえねえ、つけてやって火消しのダリア。かっこいいじゃん。ありがとうございます。お前の放水にこうやって仁王立ちやおー、はい、おー、どっからでも消したりや。いやもうジョニーしか戦えないんだよ。それどうも、落ちありましたね。落ちありましたね。ちゃんと落ちました。やっぱり2024年も新宿の2丁目 の、 女性たち、ウーマとして、あの違います、違います。女性たちを小沢さんから守りたいと思います。お願いします。それ邪魔。ということで、じゃあ2024年も時代と寝ずに、はい、B コマの監視をくぐりながら、鉄だろうがホストだろうが2丁目で持ち帰るように頑張ります。